連日オズモポケット3の話題が続いていますが、今回はオズモポケット3のアクセサリーを購入したので、そちらをちょっと紹介したいと思います。一つは今品薄でなかなか手に入らないオズモポケット3のマグネティック ND フィルターのセットです。こちらはたまたま運よく在庫を見つけることができたので注文しました。ヨドバシなどでは未だに発売未映えとなってまだ購入できないところもあるのですが、こちらは楽天の公式サイトで購入しました。もう一つは PDA 工房の保護フィルムです。こちらはレンズのフィルムはついていなくてタッチ画面用だけになっています。レンズフィルム付きのものも結構多いようですが、そちらは意外と反射など余計な光が入ってくるようなので、あまりつけたくはないなと思って、こちらの PDA 工房さんのタッチ画面用だけのものにしました。 PDA 工房さんは国内自社工場で製造しているようなので、まあ日本企業の応援ということにもありますね。こちらのマグネティック ND フィルターセットの中身を見てみたいと思います。かなり小さな箱ですね。ケースがかなり小さいです。ND はこちらが16、こちらが64、こちらが256になっています。256の ND というのはあまり私は見たことないですね。こちらの ND を装着した動画も後ほど作ってみたいと思います。それでは昨日届いた DJI オズモポケット3の ND フィルターを少し試していきたいと思います。現在は全て設定はオートで、カラーはノーマル、ISO の上限は1600になっています。現在の状況で色味はどうでしょうか。それではシャッタースピード50分の1で試していきたいと思います。現在オズモポケット3はマニュアル設定でシャッタースピードは50分の1になっています。ISO の上限は1600に変わりはないです。こちらで ND の16をつけてみたいと思います。こちらが ND16 をつけた状態です。先ほどと色味はどのように違うでしょうか。次は ND64 をつけてみたいと思います。こちらが ND64 になります。ND64 だとだいぶ暗いですね。現在は少し雲がかかっているので、こちらの状態だと少し暗いと思います。ちなみにですが、こちらの ND フィルターは重ねて使うことができるようです。このように重ねられるので、重ねて使うことができそうです。ND16 をつけて少し歩き動画を撮ってみたいと思います。これから少し歩き動画を撮ってみます。設定はシャッタースピード50分の1で、色味はホワイトバランスはオート、カラーはノーマルになっています。天気の方は現在少し曇っています。晴天ではないので ND フィルターの効果がどれだけあるのか、ご確認ください。現在設定の方はシャッタースピード50分の1、ホワイトバランスオート、カラーはノーマルになっています。
天気の方は、あまり雲が多いので、あまり晴天ではないので ND フィルターの効果がどれぐらいあるのか、ご確認ください。こちらの ND フィルターは、フィルター同士を重ねて使うことができそうです。ただかなり磁力が強いので外すのが大変でした。いかがでしたでしょうか。 LED フィルターの効果はもうちょっと明るい時ではないと、分からないかもしれません。現在、朝7時ですね。この状態で、曇りなのでどれぐらい、ND フィルターの効果があるのか、参考程度にお願いします。それではまた次の動画で。